本日は、ウェブデザインスクール運営と文様アーティストをされていらっしゃる、福本智子さんにお話をお伺いしたいと思います。では、福本さんどうぞよろしくお願いいたしはい、よます。ろしくお願いします。はい。では、簡単にですけれども、福本さんの方から自己紹介をお願いできますでしょうか。はじめまして、福本智子と申します。フリーランスのウェブデザイナー、文様アーティストです。で、ウェブデザイナーとして活動してきまして、今年でフリーランス17年目になります。で、活動内容としては、ウェブサイト制作業と同時に、ウェブクリエイターズスクールという、ウェブデザインとビジネスに特化した会員制のスクールを運営しています。で、また、今年から新たに、アーティスト活動も開始して、福文様というアーティスト名で、花や植物、あと幾何学模様などの今ね、塗り絵ダウンロードサービスを絶賛公開中です。という感じの、活動をしております。で、今日はね、どうぞよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。活動の詳細はですね、リンクも、記事に貼ってますので、ぜひそちらから、りが見とうていごたざだいけたら、ます。はい、と思います。はい。では、早速ですね、インタビューに入らせていただきたいんですけれども、まず最初の質問なんですけども、久保さん、どのような夢やビジョンをお持ちでいらっしゃいますでしょうか？今ですね、実はちょうどこの持っていたビジョンの変わり目というか、転換期でありまして、で、私はそのウェブデザイナーとしては、そのスクール授業をする中で、会員制スクールなので、会員の皆さんに、その受注という受け身ではなく、自分から発信して、仕事を作る、ウェブデザイナー。っていうのを増やしたいというね、このビジョンを掲げて、この約ね、10年間活動をしてきました。で、その中で、その自分で仕事を作るというね、根本は変わらないと思うんですけど、それってどちらかというと、なんかちょっとビジネス寄りのビジョンであったのかなと思います。で、それとは別に、もうちょっとなんか、そういうのを置いといて、もうちょっとなんか人生を楽しく豊かにしたいなという意味での、そのアーティスト活動をする中で、新たな、ビジョンが、むくむくと出てきまして、塗り絵というテーマで、塗り絵って人間にしかできないことですよね。ああ、そうですね。確かに。で、それプラス、その新しい人工知能である今話題の AI。AI っていうのはもうアーティスト活動の場合はそのデジタルで絵を描くことなんですけど、それを人間にしかできないことと AI を楽しめることと、この両者を両方、同時に叶えられるような提案ができるようなアーティスト活動をしていきたいなっていうのが今のところの、ビジョン。これはビジョンっていうのかちょっとわかんないんですけど、多いです。ああ、なんか、アナログとデジタルがこう、融合して、なんかちょっと画期的な感じの印象を受けましたけども。そうですね。今本当にアプリケーションが発達、機能がすごく進化しているので、アプリでも、その AI が導入されていて、絵が苦手という人でもちょっと絵を描けたりとか、色が塗れたりとかっていう、そういうアプリが身近にあるので、今までね、色鉛筆で、ずっとアナログで絵を描いていた方も、その楽しさというか、使った時感動しますから結構。そういうのを知ってもらえるような、もう私、ウェブデザインの知識、ウェブの知識もあるので、一緒にそれが提案できるような、ことをしていきたいなと思っています。ありがとうございます。なんかその夢とかビジョンをね、その通して、なんかこう、福本さんはなんかどうなりたいとか、何見たいとか、いますか？そうですね。2つありまして、ユーザーさんの立場になったときに、インスタグラムでちょっと質問をね、受けまして、これ、ちょっと細かい柄の曼荼羅を私はよくアップしてるんですけど、これどうやって書くんですか、書いてるんですかっていう質問をいただいたときに、これこれこういうアプリで書いてるんですよっていうふうにお伝えしたら、その方が実際にやってみられて、で、その方の投稿を見ていると、自分には無理だと思っていた、諦めていた、夢が一つ叶ったっていうことを目にして、なんかもうズキュンと来まして、私はそれを見て。そういう感動を、もうちょっとでも、なんか感動というか、
まあ、世の中暗いニュースも多いですし、なんそうか、で広告とかもすごくね、いっぱい流れてきますけど、もうちょっすね。と別のところでなんか、そういう、なんだろう、理屈抜きの喜びみたいなものを感じてくださる方が増えればいいなっていうのが、まあ、それがユーザーさん、フォロワーさんの立場のことで、まあ、私個人の目線からいくと、すごくね、国内外で、アーティストの方が塗り絵を出されている、すごい素晴らしいアーティストの方がいらっしゃって、いつも私は憧れの目で見てるんですけど、そういう塗り絵を、次の発売を楽しみにしていらっしゃる方、新発売され、次の作品の塗り絵集を楽しみにしていらっしゃる方がすごく多いっていうのを目にして、インスタとか、ツイッターとか見てて、私もそういう次の発売を楽しみにしてもらえるような、なんか塗り絵本が出せたらいいなっていうのが、まあそういうふうになりたいという今のところのね、まあ夢なんですけどね、それは結構ね、モチベーションになってるかなと思います。私もなりたい、そういうふうになりたいっていうふうに。なるほど。じゃあ、二つの、まあ、なんか、何を得たいというか、あるということですね。ユーザーそうで側すと、ね。久保田さん自身と。はい。なるほど。はい。ありがとうございます。じはい。ゃあ、次の質問なんですけども、その夢を具現化していくために、どんな目標計画を立てていらっしゃるでしょうか？はい。ですね。まあ、ちょっとウェブデザイナーとアーティスト活動と、ちょっと一緒にしちゃうとまだごちゃっとなってしまうので、まあ、アーティスト活動の方で、お話をさせていただきますと、まず、私始めたのがね、今年から、55歳から、一から無名ということで始めたので、まずはその私のアーティストとしての存在を知ってもらうこと。で、来年以降、それが何らかの事業につなげていけたらいいなというふうに、計画をしていて、まあ、それがすぐに塗り絵本の発売なのか、そのアプリケーションの使い方を教える仕事なのか、または自分のアートを販売するのかっていうところまでは、まあ、ちょっとまだ定まってないんですけど、そういう、まあ、ここ、計画というか、気持ちでは今、います。なるほど。すごいですね。また55歳から新しい、チャレンジというのか、あれですけど、あれですよ。今までそういう、塗り絵について何か携わってたっていうことではなく、本当に、まっさらなところからやってらっしゃる感じ。そうですね。アーティスト活動っていうのは、本当に若い頃から、多分20代とか、30代ぐらいの頃からそういうことをやってみたいなとは思ってはいたんですけど、まあ、ちょっとその頃はまだ無理かなっていう感じでいたんですけど、まあ、ウェブデザインを始めて、マーケティングも自分の中で学ぶ中で、多分ね、ぼんやりどっかの時点でもし私がアーティスト活動をするなら、どういう切り口でやっていけばいいかなっていうのをね、ぼんやりね、市場をずっと見てた気がします。だから、アーティスト活動イコール塗り絵じゃなくて、切り口の一つとしてどういう切り口がいいかなってずっと市場を見てた中で、ぼんやり、塗り絵がいいんじゃないかなっていうのをちょっとこう、決め、だんだん固まってきて、で、始めたっていう感じなので、結構長い間ぼんやり、考えていたような、頭の中にはあった気がしますね。何しようかな、みたいな。じゃあタイミングと方法っていうんですか？なんかそれをずっと、アンテナ張って探してて、そうでこす、れそうだっです。ていうのが、やっと見つかったみたいな。すごいですね。なんか長年の夢を、いよいよ本格的に実現しようとしてらっしゃる感じ。なんそうか、ですすね。ごまいさな。か、まさかまさかなんですけどね。いやなんかすごいまあ、ちょっとまた後でね、あれですけど、すごく私の久保さんの印象はチャレンジャーだなっていう。印象がすごく事前にお話しさせていただいたですね、印象だったので、はい。まあ、その辺の話も後で聞けたらいいかなとは思っております。はい。では、三つ目の、質問なんですけど、まあ、先ほどおっしゃっていただいた夢目標に対して、まあ、現在どんな、活動心を持って、まあ、活動をしていらっしゃるかについてお話を、教えてください。まあ、先ほどもね、お話ししましたけど、もうとりあえず本当にまずは知ってもらうこと、自分の存在を知ってもらわないと何も始まらないので、まずそのことを、なんだろう。
基本に、そして、その、発信活動をする中で、フォロワーさんと、コミュニケーションをとって、その生の声を聞くことに今ね、すっごく注力してます。生の声というのは、フォロワーの人からの、やりとりしてっていう感じか。そうなんです。塗り絵を今私配布してるんですけど、こういうふうに塗ったよとかね、メンションつけて、紹介してくださったりとか、こういう塗りアップしようかな、みたいな投稿すると、こういうのを楽しみにしてます、みたいなコメントが来たりとか、っていう中で、線は、太すぎないか細すぎないかとか、もうちょっと濃い方がいいかとか、柄は細かすぎないかとか、そんなようなやりとりとかを、しながら、あと、私という、フォロワーさんじゃなくて、タイムラインっていうの？SNS で流れてくる情報とかもすごく見ていて、生の声を、あの塗り絵はこれこれで塗りにくかったみたいな、そういう生の声を結構拾って、っていうとこですね、今。なるほど。じゃあ、どういうものがそのニーズとして受け入れられるのかみたいなのをこうリサーチしながらみたいなっていうそうとですころなんですね。ね。ああ。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあ、その4つ目の質問に行きたいんですけども、そもそもその夢とかビジョンを持ったきっかけっていうのが何かあると思うんですけど、それが、何なのかっていうことと、そこの、きっかけとか、出会いがあって、そういう、今の夢とかビジョンを持つようになったと思うんですけど、その出会いとか発見についてお話を聞かせてください。私がそのインターネットの世界に入ったのが、単純に、その当時はその夫の仕事を手伝いながら、子育てもしながらっていう時だったので、ちょっと家計の足しにしたいな、みたいな感じで、お小遣い稼ぎができたらいいなぐらいの気持ちで、入ったんですけど、そのインターネットを使って何か、ビジネスというかお小遣い稼ぎをしようと思い立ったのがちょうど20年前の2003年でした。で、まだ当時ADSL って知ってます？聞いたことはあり聞いたことあります。ます。という、ネット回線の時代で、すやっごいと古いですね。光回線、初期まではいかない。ちょっと、だいぶ古いですよね。光回線の広告が入るようになった頃なんですけど、だから、自分でも、インターネットの知識に、全然素人というか、もうマウスも持ったことがない、パソコンも初めて買ったぐらいの、素人だったので、どうやってインターネットで、お金を、稼ぐのかっていうと、イコールお店、ネットショップを開くことぐらいしか思い浮かばず、ネットショップで物は一回も買ったことがないのに。すごいですね 初めてね、パソコン買ったばっかだから、そのネットショップ買ったこともないけど、とりあえずネットショップだろうみたいな感じで、アジアのその布というのをね、仕入れて、その専門店をね、やっていました。素人ながらね、そういうホームページビルダーみたいなものを買ってきて、頑張って自作でね、ネットショップ作ってたんですけど、その好きなね、もともと20代はその、ファッションに興味があって、洋服が好きで、スタイリストの仕事をしていたので、模様がすごい好きだったんですね。で、例えば唐草模様とか、マンダラとか、ああいう幾何学模様とか、そういうアジアの美しい布を扱うネットショップでした。で、その時は、本当に自作のネットショップでも一生懸命ごにょごにょしながらまあ、自分の、好きなこととか得意なことをそうやってお店を開いてれば、売れるだろうと。誰かが興味を持って、買ってくれるだろうぐらいの、気持ちでいたんですけど、これ全く、売れず反応もなく、アクセスも当然全くなくて、それがどうしたら売れるかっていうのを、まだ当時は SNS もブログも普及してない時代だったので、いろんな人の、そうですね。ホームページを見たり、メルマガ、もう本当に少し少数の方の情報商材を売ってらっしゃった方がいらっしゃったので、そういうメルマガを読んだりして、必死でね、調べて実践していたことを、
覚えています。で、うまあ、いろいろね、そうやってやりながら、独学でそのビジネス、マーケティングを学習していく中で分かったことは、ビジネスというのは、価値とお金の交換であり、その誰に何を伝えるかっていうのが軸として、軸として持ってないと、うまくいかないんだなっていうことをね、その時身をもって、知って、めちゃくちゃ刻み込まれた感じなんですね。なんかすごい甘い考えで、やっていて。で、そこから、まあ、誰に伝えるのか、その人たちの役に立つ情報だったりとか、喜ばれるコンテンツっていうのをすごくね、徹底して、来ました、ずっと。で、まあ、ウェブデザイナーとしてその営業をするのも、そのウェブデザインスクールの運営もね、その考え方をずっとベースに、やってきまして、まあ、その方法も今もね、スクールでお伝えしてますし、まあ、変わることのない成功法だとは思っているんですが、もう今の若い人たちは、そんな私が何年もかけて、培ってきたというか、掴んできた方法をね、SNS でいつも簡単にやって、出ますよね。なんか極端な話、小学生の子でもなんかパパッと動画を撮ってささっと SNS にアップして人気者になってスポンサーがついてみたいな感じで、でもそこで収ありま益す化できね。てたりとかを見ていると、まあその時代の変化に私もやっぱり変えていく部分が絶対必要だなっていうのを気づき、で、まあ、そんな時代に私はその人生の後半をどういうふうに、やっていこうかと、思った時に、もうずっとぼんやり、いつか、いや、でも絶対どこかの時点でやってみたいと思っていた、そのアーティスト活動を、始めたというのがね、きっかけです。ああ、なるほはい。ど。なんかすごいあれですね。インターネットの初期の頃から今までの歴史を身をもっていろいろ体験、経験されながら、いろいろ、派遣とかね、出会いがあったんだなっていうのを、感じました。はい。いや、すごいですね。なんか、20年分ですから SNS、ね。そうですね。かなり激動の変化してますよね。その中で SNS は出るし。今やもう動画で、7、8年前は YouTube でお金稼げるなんてみたいなね。そんなところそうです、から、そうです。もう今やね、YouTuber に子供たちの夢はなりたいって子が結構増えてるので、全然時代も変わりましたし、ね、今は、AI もね、その先ほどおっしゃっていただいたっていうので、チャット GTP もすごい話題になってますけど、なんかすごい激動の、時代の中、まあ、新しいね、新たな活動に向かってやってらっしゃるのはすごい、やっぱなんかちょっとチャレンジャーだなというのを、チャレンジャー。感じました。はい、ありがとうございはい。ます。じゃあ、まあ、先ほど、おっしゃっていただいた、まあ、出会いとか発見の背景をお伺いしたいんですけど、まあ、そこになんか、何があったのかというのも、教えてください。はい。で、質問をね、いただいていて、ずっとね、どうして、そういう文様とか、そういうものが、好きなのかなってずっと考えてたんですけど、やっぱりね、本能だと思います、これは。なんかこう、模様って、古来から、いつも人々のこの生活の中にあったもので、本能的にね、なんか人ってこう、繰り返されるパターン、連続した模様を見たりすると、見たときは、やっぱりその、まあ、理屈なく、理屈ではなく、本能的にやっぱり安心したりとか、癒されたりとか、またなんか集中したりするものじゃないかなと思っていて、だから、もう本当にそう、本能的になんか遺伝子じゃないですけど、なんか刻み込まれていて、なんかそういうのを見るのが多分好きだったんでしょうね、どっかの時点から。っていう感じですね。なんかこう、本能にビビッと来るものがあってっていうところと、なんかその、まあ、なんかこう、自然界もこう、ね、いろんな、繰り返しがいっぱいあるよっていうふうに、私もなんかの動画で昔見たことがあるけど、なんかそういうこう、自然というのか、なんか、
あるんでしょうね、きっと、そういうのが。自然そうにです戻るね。となんいかうし、か、ちょっと、そうなんというかそうそう。わかんないですけど。自然界のものの中って黄金比なんですよね。ああ、はい、はい、そう貝です殻ね。とか葉っぱとか、山とかもそうですけど、景色とかね、波とかね。なんかそういうものも多分何か引きつけられるというか、つい見てしまう、安心してしまうというのはあると思いますね。なんか、こう、頭ではない、脳ではない心か何か、なんか訴えてくるなんかがあるんですよね、きっとね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとですね、最後に、この見ていただいている動画を、視聴者の方に何か一言、お願いできますでしょうか。そうですね。今ね、やっぱり情報の渦の中に私たちは生きてると思うんですね。スマホを開けば、やっぱりもう広告は流れてきますし、まあテレビでも、外歩いててもまあそうなんですけどね。そして、やっぱその、まあ、情報の渦の中で、なんかこう、何が正解かわかんなくなる時ってあるじゃないですか。あまりにも選択肢も増えてますし、で、やっぱりネットを開けば、もう誰もがこう発信者になっていて、いろんなものを作り出している中で、やっぱり、その情報の渦の中で疲れている人たちもすごく多いんじゃないかと思うんですね。多分私自身もそうだったと思うんですけど、なので、そういう渦の中に、まあ、埋もれないように、何か自分の、楽しみの一つとして、なんか例えば塗り絵みたいなものがいいんじゃないかなって、ちょっと思っているので、塗り絵って昔からあるし、ペン1本で。下手すると、色鉛筆じゃなくても、鉛筆とかでも、できる、身近にできることなので、心も落ち着きますし、隙間時間にできますし、集中もできるのでね、もしね、ちょっと疲れちゃったなとか、なんか、無心になってみたいな、みたいに思った時にね、一つその選択肢としてね、塗り絵、ぜひね、おすすめなので、取り入れてみていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。いや、本当に現代人脳が疲れてるっていう話もすごく聞くので、まあ、本当にそういうね、無に帰るというか、無心になる実感ってなかなか、ないと思うので、ぜひですね、久本さんの、塗りをですね、取り入れて、そういう、癒しの時間をね、生活そうにです取り入れて、ね。はい、いただけたらいいな、っていうふうに、思いました。心が整うというかね、はい。好きな色を好きなように誰にも気を使わず乗せて、楽しんでもらえたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、本日、ウェブデザインスクール運営と、文様アーティストの久本智子さんにお話をお伺いいたしました。久本さんどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。